私たちが日々目にする千円札の顔。医学者野口英世。黄熱病の研究に命を捧げ、アフリカの地で51年の生涯を閉じました。それから84年。この野口英世アフリカ賞は、アフリカにおける感染症などの疾病対策に貢献のあった方を顕彰しようという趣旨で、平成18年に閣議決定をいたしました。5年に一度授与される野口英世アフリカ賞。2月20日、その第2回の受賞者を決める委員会が始まりました。第1回の医学研究分野では、アフリカで30年以上マラリアなど感染症の研究を続けるイギリスのグリーンウッド博士が、そして医療活動分野では40年にわたり地域レベルで医療サービスを提供するケニアのウェレ博士が受賞しました。第1回の受賞者のウェレ博士におかれましても、野口英世博士の生まれ故郷である福島を訪れていただきまして、被災地で本気礼をいただいたというふうに承知をしています。国際社会の共通課題でありますミレニアム開発目標の分野において、特に保健分野においてなかなか達成状況が十分ではないということがございますので、こうした野口英世アフリカ賞というのは意義があるのではないかというふうに思います。平成5年から日本のイニシアチブで行われているアフリカ開発会議。来年6月に横浜で開催される第5回会議に合わせて、第2回野口英世アフリカ賞の授与式を行います。来年の春までにこの賞にふさわしい方をぜひ任務の皆様にはよくご検討いただいて選んでいただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。